ペチェネグとその周辺国。ペチェネグは、8世紀から9世紀にかけて、カスピ海北の草原から、国会北の草原で形成された、遊牧民の部族同盟。9世紀末に遊牧民のハザール人とオグズ人の圧迫によって、国会北岸の草原に移住し、そこからフィンウゴル系の遊牧民マジャル人、並びに、スラブ系の農耕民ウルイチ人、ティーベルツイビトを追い出した。 10世紀を通じて、キエフルーシ、ブルガリア、ハンガリー王国、ビザンツ帝国などの隣国と抗争を繰り広げた。11世紀末に遊牧民のポロベツに圧迫されてドナウ川を越え、ビザンツ帝国領内へ移住した。残った人々は、ポロベツに同化した。ペチェネグ人の系統に、最も近い現存する民族は、ガガウズ人である。ペチェネグとは、 トゥルク系の言葉で、義兄弟を意味する。また、中国支書に、鉄六の構成部族として記されている。北シトネ、P、K ヌルハは、ペチェネグの転写とされている。ペチェネグははじめ、アラルカイとシルダリア中流域の間に住んでいたが、旧世紀の、初めに侵入してきた、トゥルク系のオグズに敗れ、ウラルサンチ南のエンバ川とその西のボルガ川の、間に移住した。 その後しばらくはその地で交易という僕に従事していたが、830年頃にハザールとオグズに攻められたため、ハザール従属下にあるレベディアのマジャルを追い出してその地に居座った。こうしてペチェネグは、ボルガ川下流域からドナウ川、川口までの広大な草原地帯を占めることとなり、キエフルーシ、ブルガリア、マジャルにとっては大きな脅威となった。 第一次ブルガリア帝国のシメオン一世は南の東ローマ帝国と敵対し、それと組んでいる北のマジャルとも敵対していた。そこで、シメオン一世はマジャルの東に位置するペチェネグと同盟を組んで、マジャルの脅威に対処した。ブルガリアの要請を受けたペチェネグはマジャルを攻撃し、マジャルを南ルーシュからパンノニア平原にまで追い出した。時に南、 ルーシの草原では、ハザールカガン国の権威が失墜したため、ペチェネグがそれに変わっていた。そのため東ローマ帝国は、ペチェネグと同盟を結び、また、ブルガリアと対抗するためその北のキエフルーシとも同盟を結んだ。しかし、ペチェネグとキエフルーシは敵対関係にあったため、東ローマ帝国としては、両面外交となった。10世紀になると、ペチェネグは、 東西に分裂する。国会を中心とした、ペチェネグ人の勢力図971年、キエフ大公のスビアトスラフ一世はブルガリアに侵攻して大打撃を与え、その地に居座ろうとした。しかし、これを脅威と感じた東ローマ帝国は、キエフルーシを追い払うべく、ペチェネグを使って、キエフルーシ軍を壊滅させ、スビアトスラフ一世を戦死させた。 この時ペチェネグは、スビアトスラフ一世の頭蓋骨を逆付きにしたという。ペチェネグは915年から1世紀以上にわたって、絶えずキエフルーシに侵入を繰り返してきたが、1036年になって、キエフ大公ヤロスラフ一世の軍に大敗したため、その従属下に入る。また、その他のペチェネグは11世紀中頃にドナウ川を渡り、東ローマ帝国領となった。 旧ブルガリアに侵入した。ペチェネグはその地で、旧ブルガリアの反乱分子に加担するなど、東ローマ帝国の新たな脅威となったが、東ローマ皇帝アレクシオス一世、コムネノスの要請を受けたポロベツの攻撃を受けて、壊滅状態となった。12世紀に入ると、ペチェネグは、民族としての解体をはじめ、ブルガール、ポロベツ、マジャルなどの間に吸収されていった。 一部のペチェネグ人は、ローシ側、ブーグ川沿岸に住み、同じトュルク系のトルク人、ベレンデー人、コーイ人、トゥルペイ人と共にクロズキンと呼ばれ、ルーシ諸公の同盟者となり、ポロ別人の侵入を防いだり、軍隊の供給などを行った。ペチェネグの政治体制は、典型的なアルタイ系遊牧民と同様で、集会を開いて、主張の選出などを決定した。 遊牧国家の集会はその領内に散らばる、諸部族が一箇所に集結するため、召集をかけてから数週間かかる部族もいるが、ペチェネグの場合は、それが一週間で足りたという。それは、ペチェネグの機動力が優れていることを示している。ペチェネグの首都というものはなかったが、中心地としては、高校遺物が多数出土している老子側の付近と考えられている。 ペチェネグの言語は、トゥルク諸語のオグス語派とされ、中国の司書に、鉄六の一部族として記されていることからも、トゥルク系と推測される。しかし、ペチェネグの構成部族には、イラン系のサルマートや、フィンウゴル系の所属族も加わっているため、すべてが、トゥルク系とは限らない。また、初期のペチェネグは、トカラ語の一種を使用していたという説もある。 ありがとうございます。